憲法君と安保君はどうして仲が悪いのか。それはね、憲法制定過程を知ると分かると思うよ。で、最初はですね、憲法の制定の背景ということで、日本国憲法というのが人類の歴史、態度に沿ったものであるという点、あるいはそれが非常にユニークなものであるということについて、もう一度確認のお話をしたいと思います。で、最初、新憲法制定の背景ということですね。で、この第二次世界大戦というのは、我々人類が経験した大変悲惨な戦争でありました。で、その悲惨さを表すのに、死者の数と死者数というものを考えてみますと、世界全体で8500万人の人が亡くなったと言われています。では、その中で一番たくさん死者を出した国はどこだということですね。ソビエト連邦ですね。ここには2660万人以上と書いてあります。では、なぜソ連でそんなにたくさんの人が死んだのかということですね。ご承知かと思いますけれども、ドイツとソ連が戦争したわけですね。その結果、たくさんの人が亡くなったということです。その次、2番目はどこでしょうか。2番目にたくさんの死者が出た国はどこでしょうか。で、ご承知かと思いますけれども、中国ですね。ここでは2000万以上書いてあります。では、中国でなぜたくさんの死者が出たんでしょうか。そこが問題ですよね。それは、中国と日本の戦争があったからですよね。ここで日本が出てくるわけですね。で、この第二次世界大戦でどこの国とどこの国が戦争したのか、はたまたどういう目的や理由で戦争したのかというと考えていくと、4つの、性格が考えられます。で、第一はですね、ファシズムと反ファシズムの戦いという性格です。で、日本は日本、ドイツ、イタリアの三国、枢軸国と言われてますけれども、これらの同盟国となって、軍事同盟を結んで、既存の世界秩序に殴り込みをかけていったわけですね。で、これに対して自由と民主主義を標榜する国々は連合国、ユナイテッドネーションズとして集まって団結して、最終的にはこのファシストの国を打ち破ったというのが、この第一の第二次世界大戦の性格であります。第二の性格は、強大な軍事力を持つ国が弱い国を植民地として思い通りに支配していく、こういうのを帝国主義の国と言ってますけども、こういう帝国主義の国が同士がですね、戦う戦争というのが、帝国主義戦争と言われるものです。で、日米戦争は最初は帝国主義戦争として始まったんですね。で、最終的には第一の方の性格が濃いものになっていくんですけども、帝国主義戦争という性格があります。で、第三は、植民地獲得戦争と言われる性格で、強大な軍事力を持つ国が弱い国を植民地と支配するために戦争するわけですけども、当然その国の人々は反抗しますよね。抵抗してきますよね。そこで、たくさんの死者が出るということですけども、日本が満州や中国全土を狙って引き起こしたこの日中戦争というのは植民地獲得戦争に入りますね。で、実は中国だけではなくて、朝鮮も併合して名前を変えさせたりね、いろんなことをやりましたよね。植民地支配やりました。そして東南アジア、ベトナムにも200万人死者が出てると言われていますけども、そういう戦争もこの日本軍が起こした植民地獲得戦争という性格を持っていると思います。で、第4にですね、あまり注目されてないんですけども、資本主義と社会主義の戦争という側面があるんですね。で、これは、分かりやすいのは、第二次大戦の終わる頃に中国の国民党と共産党が団結してですね、日本軍と戦って日本を追いやっていたんですけども、その後ですね、
中国全土の覇権をめぐって、国民党と蒋介石が戦うということが起こりましたよね。で、まあ、今蒋介石の 一軍は台湾の方へ逃げていったわけですね。でこの戦争は、まさに資本主義と社会主義の戦争という性格を持っています。それからもう一つですね、第二次世界大戦の中国戦争の初期にですね、あのソ連との国境のノモンハンというところで、日本軍と、ソ連軍が争っているんですね。その時には日本軍は小戦犯にやられたんですけども、これはもうシベリアを狙おうという日本の思惑と、それを守ろうという社会主義国ソ連との戦いということで、第4の性格を持っているというふうに思います。で、まあ、このように第二次世界大戦は非常に複雑な性格を持っているし、それが変わっていくというそういうダイナミックな面も持っているんですが、全体を貫いたのは最初に言いましたようにファシズムとである枢軸国とそれに反する連合国の戦いという性格が一番大きな 特徴であります。そしてご承知のように最終的には枢軸国は敗戦国になりました。連合国が勝利し勝利国となって戦後の世界が生まれてきたと、まあ、こういうことになるわけです。でこの時にですね、戦後の世界をどのように作っていくのか、もう少し言えば戦争のない世界をどう実現していくのか、あるいは民族の差別のない社会、そして自由な貿易や通貨制度などをどうしていくのかということが話し合われて、さまざまな国際機関が作られました。 IMF もそうですよね。で平和の維持という点では国際連合、これが作られた。この創設ということがこの戦争末期の指導者の重要なテーマになりました。でこの国連の創設の考え方というのは、私はですね、カントの考え方に源流を持ってると思ってるんですね。でカントの話を少し紹介しますと、カントはですね、1795年に恒久平和のためにという小さなパンフレットを書きました。まあ、それを分かりやすく説明したのが、まあ、これなんですけども、平和をどういうふうにして実現したらいいのかというテーマを彼は考えたんですね。でその時に究極的には世界が一つになることだ、世界が世界共和国あるいは世界連邦、まあ、どういうのでもいいんですけども、そういう民族の違いを全部飛び越えて一つの国になることが理想だと考えた。でそのためには、まあ、平和でないといかん。でその平和を実現するためには武器を捨てなければならない。だけど、自分の国が一方的にですね、武器を捨てるということはそれは怖いし、相手が攻めてくるかもしれないし、なかなか信用の問題ですから、それはなかなか難しい。むしろ逆にですね、一方的に捨ててしまって国民を危険にさらすこともなりかねないので、これは無理だと。でそこでどうするか、そこでですね、まず紛争を、まあ、起こさないことですけども、紛争が起こっても武器に訴えないで、話し合いで解決するということを考えます。つまり戦争というのは良くないことだ、最後の最後の最後の手段だ、まあ、そういう位置づけですよね。でこれはまあ戦争違法化という言い方になるんですが、戦争を違法化し、そしてそれを私たちは進めたいということを宣言しようと。そしてそれに賛同する、その趣旨に賛同する人々が集まって話し合いで軍縮をしていく。例えば俺とこ 10% 減らすから、お前とこも 10% 減らせという形で、次が 20% という形にしていくと、まあ、こういうことをしていくと。そして同時にもう一方で平和な国づくりを進めていく。民主主義、人権、平和、そして繁栄、経済的な繁栄も含めてですね、そういう国づくりをしていく。そしてお互い助け合って移住貿易をしてですね、まあ、豊かな国を作っていく。で戦争をなくし豊かな国を作ったら、おそらく周りの国は俺も得てくれということになるだろうと。そうしてだんだんその仲間を、つまり戦争の違法化を進めていく仲間を広げていって、ついには世界連に至るという、まあ、そういう、まあ、夢というか道をですね、描いてるんです。でここでの大事なことは、その違法化を、戦争の違法化を進めていく仲間を募るということですね。それが、まあ、国連の創設ということに、まあ、つながっていったと思っています。で戦争はいけないものだという考え方は非常に早い時期から起きてます。
例えばナイチンゲールはですね、敵の戦争を怪我した人も味方の人も助け合ったという話がありますよね。これ国際赤十字の起源ですよね。あれはクリミア戦争だったと思うんですけども、1700年代でもうちょっと後に1864年にジュネーブ条約というのが結ばれて、捕虜を殺してはいけないとかね、捕虜の人権を守ろうというような動きが出てきます。そして1928年のパリ不戦条約で、戦争の放棄や紛争の平和的解決をしようじゃないかということ、ただし自衛のための戦争というのは、まあ、やむを得ないという考え方でした。そして1941年第二次世界大戦が終わる頃にですね、もうナチスドイツは負けろということが見えてきた頃ですね、アメリカとイギリスの首脳が話し合って戦後の世界秩序についての話し合いをしてます。そこで宣言文を出しているのが太平洋憲章と言われるものです。これが国連の一つ の直接的なルーツになります。そして、まあ、国連はですね、その前に1920年に国際連盟というのができたんですね。これは頓挫してしまいますよね。まあその一つの理由はアメリカが参加しなかったということなんです。で、今度の1945年にできる国際連合はアメリカも入ってくるということを約束したので、まあみんながこぞってうまくいったわけですね。そしてその後、戦争犯罪の処罰ということが行われます。東京でもニュールンベルクでも行われます。で、その中で、どういう考えで平和を達成していくのかということが話し合われていきます。そしてその後ですね、国際人権法というものが発展していって、そしてさらに戦争犯罪人を裁く国際司法裁判所や戦争責任を追及する国際刑事裁判所といったものができてきて現在に至るということで、脈々とですね、戦争を違法化しようという流れは広がってきてるんですね。まあ、それを体現したものが国連だということであります。で、国連はどういうものかということで、国連憲章というのが作られてまして、その前文と本文があるんですけど、前文はですね、書いてますように、我らは一生のうちに二度までも大変な戦争を悲哀を経験したと、この戦争の惨禍から次の世代未来の世代を救うためにどうするか、基本的人権の尊重、人間の尊厳、大小の国々を同権する、正義と条約、その国際法を守っていく、で、寛容を実行し、かつ善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和に安全を維持するために我らの力を合わせて共同の利益を除く場合は武力を用いないことを原則として国際機構を作っていくんだ、こういうことを言ったわけですね。素晴らしいですね。で、その国際連合の本文の方は、我々の国際連合の目的は次の通りである。集団的措置を取るんだ、つまりみんなで悪いことしたやつは寄ってたかってですね、制裁を加える。その制裁を加えるというのは武力でやっつけるという意味でだけでもなくて、経済制裁もあるし、まあいろんなことがあるわけですね。そういうことを集団的にやりますよということをですね、で、国際的紛争の調整または解決を平和的手段によってやりましょう、国際法の原則に従って実現していこう、そのための機関なんだということですね。で、この考え方に沿って日本軍が1945年になってくると、だんだんもう沖縄に上陸していっていきますよね、ということになるので、日本の敗北も見えてきてるわけ。そこで日本が負けるだろうと、その負けた後日本を占領して、日本をまともな国に立ち直させていく、再建していく、そのために俺たちはどうするんだ、どういう考え方でやるのかということを書いてるんですね。それを話し合ったのが1945年7月26日ポツダム、ドイツのポツダムで、3人ですね、3巨頭、アメリカとイギリスと中国です。この時は蒋介石が出てきたんですけども、この3国で話し合って、何項か項目を作って、この方法でやりますよということを宣言します。それをまあビラで、ね、日本政府にも通告するし、国民にも知らせたわけですけども、日本政府は最初は拒否したわけですね。で、まあ、その中身をもう少し分かりやすく書いたのはこれです。で、まずですね、俺たちは連合軍ですよ、俺たちは日本の軍国主義を除去するんだ、具体的には日本軍を解体するぞということを言いました。で、実際に解体もするんですけども、この考え方は、要するに、日本国憲法の第2章に、流れていきます。それから、封建的な制度を改めて基本的人権を確立するぞ
って言ってるわけですね、まあ、男女平等なんかそうですけど、これは日本国憲法第3章に反映されてます。そして戦争犯罪人を許さないぞ、処罰するぞということを宣言してます。で、面白いのはこのポツダム宣言の考え方は戦争の指導者とその国の人民と区別してるんだよね。で、まあ、民主主義やったら戦争指導者を選んだ責任があるだろうけども、民主主義でない国、専制の国、軍国主義の国は情報は隠す、真実は言わない、そういうことで暴略っていうか、そういう状態のことで目も耳も塞がれた状態で選んだ、選挙で選ばれた国民、指導者というのは正当性がないんじゃないか。だからこの人たちの願いとこの人たちの願いは違うんで、この人たちは罰するけども国民は罰しないよという、まあ、そういう考え方に立ってるんです。ですから戦争その、まあ、そのために戦争犯罪人を処罰するぞということで、日本では東京裁判が開かれて永久戦犯が処罰されるということになりました。それからカイロ宣言、これはですね、領土の問題はどうするか、日本はわーっとあちこちにですね、東南アジア、アジア全体に広がっていきましたから、このカイロ宣言、カイロで話し合った路線で領土問題を解決するということが示されています。で、分かりやすく言えば、日本が日清戦争以降に獲得した領土は侵略戦争なんだから元の国に返せと、まあ、こういう原則を書いてるんです。カイロ宣言を守らせるぞと。そして連合国は占領すると。で、日本がまあ国際社会で一人前の国として、戦争してない国として立ち直るまでにまで我々たちは占領を続けるんだというふうに言ったんですね。で、実際この占領は1952年のサンフランシスコ講和条約の頃まで行われます。で、それが終わったら7年間ですね。で、それが終わったら本来帰るはずなんですが、これが帰らなかった、ね、これ帰らなかった理由になるのが旧安保条約です。これはちょっとまた後で話をいたします。で、カイロ宣言は省略します。で、そしてですね、ポツダム宣言を実行するために実力組織としてやってきたのが GHQ ですね。ゼネラルヘッドクォーター、連合国総司令部と、まあ、言われています。ところがこの GHQ を、あるいはマッカーサーの性格をどう見るかということが非常にややこしいんです。で、一つの見方は、マッカーサーは救世主である、日本の救世主だという考え方が一つです。で、もう一つは、日本を再び戦争する国に引きずり込んだ悪魔であるという、まあ、こういう二面性を持ってるんですね。で、なぜこんなことになるかというと、まあ、一つはですね、この GHQ というのは、先ほど言いましたように第二次世界大戦を終わらせた戦勝国である連合国ですよね。で、連合国というのはアメリカだけではなくて、この GHQ 占領軍の上にですね、極東委員会というのができてるんですね。極東委員会というのはこの連合国の総意を語る場です。連合国の方針、日本占領の方針を、大原則を考える場が極東委員会というのがあります。で、それは11カ国で構成されています。で、これをじっと見ていくと、アメリカ、中国、イギリス、ソ連も入ってるんですね。オーストラリア、カナダ、フィリピンも入ってる。ところが韓国は入ってないんですね。この辺の事情は私詳しくは分からないんですけど、まあ、これが非常に決定的にですね、また問題をややこしくしていったことになるんですが、まあ、とにかく連合国軍 GHQ は極東委員会の総意に従って占領政策を実行していくのが建前です。で、だからこれはまさにポツダム宣言の趣旨に従って平和な日本を着々と作っていく、武装解除をして戦争犯罪人を裁いていく、財閥解体をしていく、こんなことをやっていった、ね、ところがもう一面がある。それはですね、マッカーサーは連合国の総司令官であると同時にアメリカの軍人なんです。アメリカの将軍なんです。それはアメリカ軍の大統領の、まあ、いわば命令というか指令によって将軍になってるわけですね。で、だからアメリカの軍隊の将軍でありますから、大統領、アメリカ大統領の命令、つまり国益ですよね、アメリカの国益、これを体現して それを守らなければならないという当然の任務があるわけです。で、ところがこの連合国の総意というものと、それからアメリカの利益という、ナショナルインタレストかな、アメリカの利益というのが矛盾しなければ、これは別にややこしいことはないんですよ。
ところが後で言いますように、どん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 これは矛盾していくんです。もっとはっきり言えばアメリカファーストになっていくわけです。アメリカは連合国全体の利益を考えて世界の平和を実現していくという国連の崇高な理想を担うだけじゃなくて、アメリカの利益を優先していくようになっていくんですね。そうなってくるとマッカーサーはこの非常に分裂した性格になってくるわけですね。で後でも言いますけども、この2番目の性格がどん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 出てくるとややこしいことになってくるんですね。でマッカーサーのやったいいことを一つは憲法に大きな功績を残してます。で、日本国憲法を、勝手に米軍が GHQ が作るのは あかんだろうということで、まず最初はですね、日本の大臣に、今の情勢を考えて新憲法を作れ、草案を作れというふうに命令するんですね。で作ってきたら明治憲法と変わらない、そういう天皇大権を置いてですね、国民の人権には天皇の家来みたいな構造ですけど、そういう草案を書いてきた、そういう新憲法案を出してきた。それでこれでは連合国は納得しませんということで、怒ってですね、怒ってかどうか知りませんけども、マッカーサーはこういうものでないとダメだという憲法の三原則というのを示すんだよね。これで作れる、それがマッカーサーノートと言われているものです。でこのマッカーサーノートが、現在の憲法の骨格になるんですけども、どういう点を言ったか、ね、興味があると思うんですが、3つ言うてます。1つは天皇制の扱いです。で天皇は残すと、天皇制は潰さないと言ったんですね。でこれは画期的なことですよ。第一次世界大戦で負けたドイツはウィルヘルム何世やったか、2世か3世か知りませんが、これ退位してるんです、皇帝の座からなくなってしまったわけです。でドイツはワイマール共和国になっていったわけですね。それは置いといて、本来ならば戦争責任者である広人、この人は開戦の責任者ですよ。敗戦の総直も出したけども、開戦のサインしたのも天皇ですからね、開戦の責任者なんですよ。連合日本軍の総元帥なんですよ。だから形式上も実態はちょっと置いといて、戦争責任者ですから、戦争責任を取れて体制だということもあったんですが、アメリカは利用できると思ったんですね。その辺の事情はちょっと置いといて、とにかくマッカーサーノートは天皇のは国家の元首の地位にとどまることができると言ったわけです。ただし国民主権にするので、国民の意思を体現してそういうことにするんだということで、最終的には国民の象徴というふうになりましたよね。そして戦争についてはどうか、国権の発動たる戦争を廃止する、これは国連憲章の精神と同じです。ポツダム宣言の中身と同じです。そして日本は、自己の安全保障との手段としての戦争も放棄します。戦争放棄、ね、でどうして自分は守るのかといったら、日本はその防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。この世界を動かしつつある崇高な理想というのは国連憲章で集団的に安全保障を守っていこうという考え方で、そういうことでまさに国連憲章の申し子みたいなところがあるんですよね。これ2番目。そして3番目、日本の封建制度は廃止されますよ。いろんな男女平等、ね、女性に財産権がないとか相続権がないとか、いろんな選挙権がないとか、いろんなことがあったんですが、そんなことはもうダメですよということで、言った。で、こういったものを見てですね、右翼の人たちは、日本国憲法はアメリカに押し付けられたんやとこう言うんですけども、まずアメリカではなくて連合国の意思としてあったわけですね。で押し付けたかどうかという点についてですけども、実はですね、この前に、1946年2月3日にノートを出したんですけども、その前の1月14日にですね、実はマッカーサーと篠原喜重郎という時の総理大臣が会ってるんです。で その秘密というのは公開されてないというんですけども、その名目は風邪が治ったので、篠原喜重がね、風邪が治ったのでいろいろ心配していただいたお礼に参上しましたという名目でやった秘密会談があるんです。でこの時にですね、冊子で篠原は英語が堪能だったようで、マッカーサーと議論してるんですね。実は憲法9条について議論したということは後で分かってます。でその中身です。
平原さんという人は石原喜十郎さんの秘書でした。でその秘書が残った文章の中にですね、マッカーサーと、石原さんの会談 の中身が書いてあるんですね。どういう、まあ、いろいろ面白いんですが、マッカーサーがですね、後に、アメリカへ帰ってから行ってるんです。いろんな日本のことで話してるんですが、その中にこのこと書いてあるんで、日本の賢明な志出原老首相が私のところに来られて、日本人自身を救うには日本人は国際的手段として戦争を放棄すべきであるということを強く主張されました。私が賛成するごとに首相は私に向かって、世界は我々を嘲笑し非現実的な空想家であると言ってバカにするでしょうけれども、今から100年後には我々は預言者と呼ばれるに至るでありましょうと言われたと書いてある。でこれが、まあ要するに軍隊を持たない、戦争放棄だけではなくて武力を持たないという憲法第9条2条2項ですね。これを誰が作ったのか、誰が提案したのかというのが議論がずっとあるわけですけども、まあ大方の見方では、この会談の時に志出原が提案し、そしてマッカーサーがいいでしょうというふうになって、それがマッカーサーの音に書き込まれていったというふうに、まあ、理解しております。で、まあ、新憲法がその大日本帝国憲法からいろんな意味で変わって、素晴らしい憲法ができたということについてはまた勉強していただきたいんですね。で日本国憲法には国連憲章と同じように前文と本文があって、前文に何が書いてあるか、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする、そのためにどうするのか、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を維持しようと決意した。これはどういうことかというと、我々は武器を捨てると、それは平和になるために必要だと思って捨てるんだけども、我々は怖くないのか、怖くない、それは世界の人たちが信用して、世界の人を信用して日本を攻めてくることがないというふうに思って、私たちはそういうことを先駆けてやるんだということを書いてるわけですね。まあ素晴らしいことですが、仏教用語にですね、兵が無用、兵隊の兵と刀と無用という言葉があるんですね。仏教の人がよく平和の話をするときにはこの話が出てくるんですけども、要するに兵隊も武器も持たない、捨てるぞという考え方です。でまさに石原さんはどんな仏教だか知りませんけども、おそらくここの考え方が浮き出ると思います。でだから私たちはあなたを信用します、だから武器を捨てますという、こういうことで世界の平和を守っていく、ただし私たちにも平和に送る権利がありますよということも書いてあると、まあ、こういう構造になっております。そして憲法9条に第2章9条に行くわけですけども、第1項、これは戦争は違法なものであるし戦争はやりません、戦争放棄を宣言した、これは国連憲章の水準です。世界の様式が集まってこれでいこう、戦後世界はこれで作っていこうといった水準にと同じです。そしてまたポツダム宣言の水準と同じです。ただし第2項はですね、全項の目的を達するために陸海空軍その他の戦力は持たないと書いてある。これは軍隊は持ちませんよということです。ここまで書いてあることはなかなかないんですね。日本国憲法が初めてです。でここで言ってる戦力という言葉があったら難しいんですよね、まあ、これも皆さん簡単ではないということを思っていただくと思うんですが、まず一切の戦力を持たないという考え方がありますよね。だけど自衛のために戦力を持つのはやむを得ないじゃないかという考え方があります。でその時に自衛のためはやりすぎで、自衛のため未満の戦力はええんじゃないか、自衛権未満の戦力って何かというと、例えば警察はピストル持ってますよね、コンボ持ってますよね、さすまた持ってますよね、防弾チョッキ持ってますよね。これは戦力になるのか、難しい問題ですね。で一切の戦力持たないというのはこれを全部やらないということなのか、いやいやそれはええのか、海上保安庁が中国船籍に水をぶかけますよね、これないです、あれは武力の行使ではないのか、こういう問題がずっとあるので、これはなかなか難しい、それは現実の問題に即して考えていくしかないと思いますが、とにかく今の議論は自衛のための戦力はこれは戦車持ってもええと、ミサイル持ってもええやないか、戦闘機持ってもええやないか、自衛のためやったら戦車防衛に入ったらええやないか、
で、その未満の戦力もええやないかという議論がある。そしてさらに自衛のためを超えてよその国軍事同盟を結んだよその国を助けに行く軍事力もあってもええやないかという議論が出てきている。これが自衛と耐えるための戦力です。で、これで侵略的兵器も OK、 もっと持てってなったら最後は核も持っても構えへんと、おそらくこうなるでしょうね。だからこの問題は本当に現実の問題と考えながらどこまで許されるか許されへんかということを考えないといけない。まあそういう問題が起きてきます。それから、憲法では軍隊を持たないと書いてあるんだから、今の自衛隊は何やねん、軍隊違うんかと言ったら、国の立場としては軍隊であるとは言ってはいけない、言ったら憲法違反になりますから。だけど専守防衛のための自衛のための、まあ、実力組織であるという言い方をしてですね、後で言いますけど、まあ、逃げてきてるわけですね。で、実態が、ね、全然違ってきてるんですね。まあ、しかしこういう憲法の縛りがある以上、軍隊を公然と持って拡大していくということは一応憲法違反の疑いが常に問われてくるんですね。まあ、そういう構造になってます。で、日本国憲法第3条も非常に素晴らしい、基本的人権について、思想信条、家族の両性の合意、いろいろ書いてあるんですが、これは今関係ないので省略します。で、まあ、こういう形で占領政策が発動して、ポツダム宣言の意思に従って戦争犯罪に裁いて、日本国憲法が1946年かな、できました。そして、占領で財閥解体、労働法の普及とかいろんなことをやっていく、農地改革いろいろなことをやっていくんですが、いよいよ1951年頃になって、日本の占領状態を脱するという段階に来たわけですね。その時に、結ばれた講和条約がサンフランシスコで開かれたので、サンフランシスコ平和条約、あるいはサンフランシスコ講和条約というふうに言われております。で、その中身はどういうものかというと、連合国および日本軍は日本国との間の戦争状態を終了する、ね、もう戦争は終わったよ、そして日本国民は完全な主権を回復するんだ、ええなと、ね、やっと日本も一人前の国になってよかったなということなんですが、この連合国はどこの国のことか、世界やと思いますよね。違うんですね、まあ、端的に言えばアメリカのことなんです。どういうことかというと、サンフランシスコ講和条約に集まった、あるいは来なかった国もあるんですね。集まった国でもサインしなかった国があるんです。それぞれどういう態度を取ったかというと、ソ連、これ連合国ですよね、ソ連はサインしてません。サンフランシスコには行ったけどもサインしなかった、サンフランシスコ講和条約にサインしてないんです、認めてないんです。それから中国、これもサインしてません。それから朝鮮、これはまず招かれてません。それから、でこういう状態です。ということは、サンフランシスコ講和条約で日本との戦争を終わらせて、やっていくということを約束したのは日本とアメリカ、極端に言えばね、日本とアメリカだけなんです。他の国、ソ連と中国、朝鮮は戦争は終わってないんです。で、どういうことか、どういうことかというと、ソ連との間の戦争、中国との間の戦争、朝鮮との間の植民地支配、これを終わらせるためにはそれぞれの国と個別に平和条約を結んで、戦争終わりました、領土はどうしましょう、賠償問題、個人責任はどうしますか、こういうことを解決していかないと、解決、戦争終わらない、第二次世界大戦終わらないという妙なことになったわけ。我々戦争終わった万歳と思ってるけども、この国とこの国との間には戦争終わってないんですよ。だから後で、ソ連との平和条約どうするんや、中国との平和条約どうするんや、韓国との平和条約どうするんやという問題がずーっと残っていってしまうということが、その眼鏡はここにあるんです。で、こういうようなやり方はおかしいと、当然日本の学者文化人は叫んだわけですね。それが全面講和です。連合国と世界の国々みんなと、戦争に目をかけた国々みんなと平和条約を結んで、日本はきれいな体になって、平和な 国の建設にやっていこうじゃないかと言ったのが全面講和論です。いや、そんなこと言うたようなこと言うてる暇はないんだということで、
単独講和、まあ、アメリカさんと、まあ、もっと言えば西側とですねだけ仲良くしたらええねやという考え方で突き進んでいったのが単独講和論です。で、このサンフランシスコ講和条約の時にですね、その後で同じ日にですね、サンフランご存知だと思いますけど講和条約の後に別室に連れて行かれて、全権団9人ぐらいだったかな、安保条約にサインせえって言われるんですね。ところがその全権の人たち吉田以外は吉田首相以外は安保条約がその場で調印されることも知らなかったし安保条約の条文も知らなかったんです。で吉田首相はまあ、あまりにもそれはひどいなと思って俺一人が泥を乾かすということで最初の旧安保条約は吉田一人がサインしてるで後の人たちはサインしてないという、まあ、そういう妙な構造になっています。それはおそらく吉田首相の、まあ、一つの不満怒りを表してるんじゃないかなと思います。まあ、サンフランシスコもそういう異常があってそれの下で、まあ、ほぼ強制的に結ばされた安保条約もそういう流れで生まれてきたということですね。でサンフランシスコ講和条約は実はいろんなひどいことがありまして、この第3条だけは言っておきたいんですけども沖縄切り取り条項があるんです。どういうことかというとアメリカ軍はですね沖縄の戦略的な位置を非常に高く評価するようになります。それは後で見ますけどもソ連との戦い中国との戦い東南アジアの社会主義勢力との戦いのために日本のこの沖縄がですね戦略的に非常に重要だということをどんどん認識していくんです。そしてこれだけはなんとか占領状態をずっと続けておきたい。もうサンフランシスコ講和条約で日本が占領終わりますからね日本米軍帰らなきゃそれをやらんとずっと占領しておきたい使いたい。でそこでどんな手をそんなやったかと言いますと日本がアメリカに、沖縄の地域を信託統治をお願いしますという日本が言うから日本が言うてくるからそしてアメリカはそれを国連に提案して日本がこういうこと言ってくるので私たちは沖縄を実際に小笠原へも入るんですがちょっと細かい話置いておいて沖縄を信託統治したいんですって言って国連はだってアメリカの影響力強いですから OK となるんです。でお墨付きをもらってアメリカは沖縄の地域を米軍の専用管理状態に置くわけ。そして日本国憲法も届かない外国のように扱って、軍政を引いていくわけ。そういうことをやったのが沖縄のサンフランシスコ第3条に書いてあります。ですから、新しい憲法立派な憲法できました、ね、国民主権男女平等地方自治というのは沖縄には及ばなかったんです。でずっとこのブルドーザーで沖縄の土地は私有地ですよ勝手に軍基地に変えられていったという歴史が始まっていくわけですね。でこの沖縄の地域に日本国憲法の効力が及ぶのがいつか、それは1972年の5月15日の沖縄返還の時にですね、まあ、一応日本国憲法に元にカバーされるということになります。沖縄に行くのにパスポートがいらん、沖縄の人が日本に行くのにパスポートが減らなくなったわけですね。で、まあ、安保条約ですけども安保条約というのは国際条約の一つなんですけども、まあ、どういう構造になっているかというとそれぞれの国にはですね、国の成り立ち原則を示した憲法というのがあります。で憲法の下にそれを実行する行政の中心がある内閣があってそこにいろんな省庁がぶら下がっていて防衛省があって自衛隊がぶら下がっているわけですね。でもアメリカも同じような構造です。でこの日本国憲法とアメリカの国が条約を結ぶということになるんですが、このややこしいのは条約と 憲法とどっちが優位するかという問題が起きる場合があるわけです。例えば条約でお互い戦争の時に助け合いましょうというそういうことを約束するしてしまうと日本国憲法は戦争放棄で戦争しないと約束してるわけです。この憲法の原理と安保条約の原理では矛盾するわけですね。その時にじゃあどちらが優先するのかという問題が出てくるのでこれについては、法律的にはですね、日本の公務員、まあ、内閣総理大臣もそうですけど公務員は憲法遵守義務があるんです。憲法を守らないかんので平和憲法を守ってやらなかんので当然
この公務員が結ぶ、行政府が結ぶ条約というのは憲法を逸脱するはずがないという建前です。だから本来こういうどっちが上かという問題は起きることがないはずなんですけども、ところが伊達判決、その砂川事件というのがあって、結局憲法の判断が問われた時に最高裁は俺たちはこういう高度な問題を両判断しないで逃げたんです。でその結果、結局安保条約は憲法の上にあるというのが法律的な実態になっております。で、憲法は国連憲章を認めてますから、国連参加してますから、国連憲章の下にあるという位置づけになります。そして、その国連憲章の意思として、サンフランシスコ講和条約ができて、それの、一部の軍事同盟として日米安保条約ができて、これを実行していくために地位協定ができて、それを話し合うために合同委員会があるという、こういう構造ですが、この安保条約が日本国憲法の上に座っているというのは非常に不安定な法的な構造を日本は持っているわけですね。でなぜこんなようなことになってきたかというと、GHQ の性格が、ね、おかしくなってきた、バッカーサーの性格が変わってきた、その原因はやっぱりアメリカの政策の本国の政策の変化なんですね。それは、冷戦の問題です。冷戦というのはホットウォー、熱い戦争の追後ですけども、ソ連社会主義国と資本主義国が全面戦争するということは、これは危ない、どちらも核兵器持ってますから。だからしかしその陣地戦としてですね、社会主義の勢力を増やしていく、あるいは資本主義の仲間を増やしていく、で囲碁みたいに白い駒と黒い駒を増やしていくということで相手を圧倒していくということになるわけです。それが冷戦ですよね。大きな戦争はしないけども、小競り合いぐらいはするけども、全面衝突はしないという形で睨み合う、こういう構造になっていくんですね。おそらくこの1947、8年ぐらいからアメリカはその対アジア政策を変更してですね、ソ連包囲網というふうなことに、動き出すんです。でこの背景には、当然ソ連の東欧諸国の社会主義への、転換とか、あるいは中国革命、あるいは朝鮮の動向、東南アジアの動向、そういったものが関係していると思うんですけども、とにかく1947年にはソ連封じ込め政策というのが発表されて、1948年にはですね、日本を反共の防壁にする、そのアジアで社会主義勢力が広がってくるのを日本で食い止めるんだ。そして、米国の安全保障会議ではですね、アメリカの対日政策について冷戦体制の中に日本を取り組むことをアメリカの公式の政策にするぞということも決定しています。で、こういうふうな動きがあってですね、でアメリカはその社会主義を警戒していたんですね。広がっていくのは資本主義は魅力がない、社会主義の方が魅力的だと世界の人々が思うことを何とかしたいと考えたんでしょうね。でその脅威が本物のものになったのがこの朝鮮戦争です。単なる文章や抽象的な可能性だけじゃなくて、実際にですねぶつかり合った、これが1950年のまさにサンフランシスコ条約の前の年ですよね。こういう時に起こった。で詳しいことはもう省略しますけども、朝鮮半島を取ったら取られたりする、ね、そしてマッカーサーは国連軍として、日本の駐留軍を置いたまま韓国に攻め込んでいくわけですね。そういうことになって朝鮮戦争が始まった。まさに共産主義との戦いというのは絵に描いた餅ではなくて、本当に起こるんだ、本当に人が死ぬんだということが如実に示されたのがこの朝鮮戦争だったと思います。で、こういうこともあって先ほど言いました、アメリカは国連システムよりも冷戦システムの論理を優先してですね、サンフランシスコ平和条約も全面的にこう、ソ連を含むような連合国全体との講和ではなくて、もうそれもやめてアメリカとの単独効果を進むやって、日本を西側に引きずり込んでいこうとこう考えたわけですね。で、朝鮮戦争の死者はですね、400万とも言われているので、壮大な戦争だったと思います。そしてもう一つ大事なことは、日本はどうだったか、日本の戦争の責任の問題、賠償問題、戦後処理の問題についてはどうだったかというと、
これは棚上げです。アメリカももう追及しなかった。日本が入ってくれるなら構えへんってくれることなんでしょうね。そして日本はこの朝鮮戦争で特殊契機で儲けたんです。だから日本はラッキーですと思ってる人が多いと思う。戦争反対は問われない、景気は良くなる、ね、そういう状況になってしまって、不問に示す戦日本の戦争責任、2000万人を殺したその責任知らないということになっていって、むしろ軍後で今自衛隊が復活していく中で旧軍人が採用されていくということになっていくんですね。で、在日の基地なんですけども、これはなぜ残ったのかということなんですが、この1951年の1月頃にですね、アメリカの有名な国務省の政策顧問でダレン・アレスという人おるんですね。アレン・ダレスですね。この人が本音を語ってるんですけども、大事なことなんで言いますと、我々は日本に我々が望むだけの軍隊を望む場所に望む機関だけ駐留させたい、その権利を確保できるかどうか、これが安保条約の肝であると言ったわけです。で、ここにあるのはそのソ連封じ込め政策とか、朝鮮戦争とか、そういう情勢は彼らは当然分かってるわけです。その中で沖縄、そして日本の米軍基地がいかに重要であるかということが分かったけども、占領状態が終わったんだから占領軍は帰らないか、帰らなあかんけども置きたい、こういう、まあ、矛盾の中でこういうことを言ったわけですね。で、じゃあどうなったかということですが、旧安保条約と新安保条約があるんですが、こういう直接こういう分規定はないんです。しかしその下の地位協定というところ、今行政協定に名前変えるんですが、そこにはですね、こんなことが書いてある。合衆国は日米安保条約6条の規定に基づき日本国内基地の使用を許されますよと。で、今許される基地というのは 何かというと、行政協定の終了との時に使用している基地、つまり今占領状態で使っている基地はそのまま使えますよという文章になっているんですね。ここまで言わないと基地への問題がわからない。で、このことについて外務省の国際情報局長で外交官でもあった馬崎福さんという人は、ガレスの要求が実現している、これを実現するために安保条約というものが必要になったね。安保条約の条文を読んでいくと、いちいち腹立ちますね。日本が希望しているから置いたってんねんやって書いてあるんですね。まあまあ、日本はアメリカの駐留軍の権利を与えますよということも書いてあります。そしてその下の日米地位協定、今地位になってますけど、その中にですね、裁判、刑事裁判権、アメリカの将兵、軍属、その家族が日本で悪いことした、これは日本の裁判ではできませんと書いてあるんだ。これがこの沖縄の米兵の犯罪の始まりであります。日本が裁けない、米軍基地の中に逃げ込んだら警察権が及ばない、ということになっていって、まあ、いろんな問題を起こしているわけですね。で、その次にですね、自衛隊ができていった経緯ですけども、自衛隊はどうしてできたか。日本国民が日本の自衛のために自衛隊が必要ですって作ったんではないんです。それは朝鮮戦争の頃、朝鮮戦争が1950年に始まった時に、マッカーサーは、吉田首相に命令するんですね。ポツダム政令というふうなことになっていくんですけども、何を言ったかというと、警察予備隊を作れる。で、これはまあ軍隊なんですけども、軍隊というと日本国憲法に違反する、自分が作るのに力を貸した日本国憲法をしてますから、だから警察のようなもの、警察の予備のものですよということで、軍隊ではないという予想を作って軍隊が作られて命令したんだね。まあ、おそらくこれはアメリカの本国の命令なんでしょう。で、1952年にですね、安保条約ができて、海上警備隊というのができて、でそれが保安隊に改称されて、そしてさらに54年には航空自衛隊が作られて、1954年に海と空を合わせて自衛隊というのが作られていくという経緯になっていきます。で、このマッカーサーはですね、朝鮮戦争がどんどん戦局が悪化していく局面があったんですが、
その時にですね、重装備化、最初は鉄砲とかね、コンボとかそういうものだけだったんですが、もっと強力な兵器を持てということで重装備化を進めていきます、ね、そして、8万人とか何千人の 兵力を作らなあかんので、結局旧軍人を採用していくということになっていきます。で、国のアメリカの本国の方ではですね、1948年に日本の限定的再軍備と、まあ、限定的とつけてますけど、日本を再軍備させるという方針が出てきます。で、実際ですね、51年頃からアメリカの偵察フリゲート艦18隻、大型上陸支援艇50隻等々でつけてですね、まあ、一丁前の軍隊の格好を作っていくわけですね。で、さらにですね、アメリカはもっと早せい早せいということで、MSA 協定を結んで、まあ、アメリカの支援が欲しかったら再軍備を進めなさいという、そういう圧力をかけてきます。で、さらにですね、アメリカの武器弾薬いっぱいあげるから秘密保護法を作れと。で、それを漏らしたやつには厳罰を処するという、そういう法律を作って、アメリカの軍事機密であるミサイルや戦車や戦闘機やそういったものを渡してあげるよという仕組みを作ります。で、この考え方が2007年の日米、軍事情報包括保護協定とか2013年の特定秘密保護法、ね、これを作れというのと同じです。こういうスパイを防止したり漏出に厳罰を処するという法律を作って、アメリカは軍事機密を渡すという、こういう構造がもう1953年ぐらいから始まってるんですね。で、そしてですね、まあ、これも全部省略してですね、防衛法ができて自衛隊法ができるんですが、自衛隊の目的は直接侵略及び間接侵略に対して我が国を防衛するということだ。で、直接侵略というのは日本の領土、領空、領海上に攻めてきたを追いかして押し返すという、そういう意味ですよね。間接侵略というのはスパイを使って国内を動乱させて政権を転覆させていくという、そういうことも防ぐと、まあ、これはアメリカは CIA がお得意のあれなんですが、まあ、こんなこともやりますよと言ってます。そして、防衛出動、海上警備、領空侵犯措置、災害派遣ということで4つの任務を決めて、まあ、ここで災害を防ぐという役割が入ってきた。ただし、それと同時に防衛出動や領空侵犯措置という、そういう、まあ、軍隊としての機能も書いてあるんですね。で、しかしこの時点では自衛隊が発足するにあたって参議院全会一致で自衛隊の海外出動は禁止するぞという前提のもとで、まあ、もう少し言い換えれば戦士防衛ですよね、その範囲で、まあ、こういうものを持つんですよという言い方になっております。そしてですね、自衛隊が発足したんですが、じっとしないでアメリカは常に日本に軍事力を増やせ増やせ、軍隊を増やせ、自衛隊員を増やせって言ってくるんですね。それがこの5年ごとにずっとやられていった中期防衛力整備計画と言われるんです。で、2019年に3・1中期防というのが作られて、だいたいこれ5年計画なんですが、5年計画の1年前倒しでやめて新しい計画を作ります。今までは5年計画だったのに、今度は10年を見越してやりましょうということで、中期というのを取って防衛力整備計画というのが2023年から始まります。これが今始まっている防衛力整備計画で、なぜこんなことになったのかという、名前が変わったのかというと、2022年の12月16日に安保3文書ができたからです。安保3文書ができて直接防衛力整備計画も変わっていったんですね。まあ、その辺はまた後で話をします。で、まあ、憲法を平和の問題を考える場合に、私たち常に問われるのは、その平和な暮らしを守るのは武力なのか、あるいは相互理解なのか、信頼なのかという問題ですね。これ憲法9条2項の問題原点ですよね。それから、どこまでの戦力なら許されるのか、自衛のための戦力がいいと認めた場合ですね、もし、まあ、それを認めるのも問題だという議論もあるんですが、認めた場合にどこまではいいのか、警察力もは権力、暴力ではないのかと、戦力ではないのかという議論も含めてですね、考えなければならない。それから、自衛のための戦争だから何してもいいなということも
あかんわけですから、そのための自衛のための戦争というのはそのどこまで、まあ、許されるのかというこの辺の判断をですね、現実に即して考えないといけない。抽象的に考えてええな悪いという話だけにはパシッと割り切ることはなかなか難しいんですよね。まあしょうもない話ですけど、刃物持った男が子供に切りかかってくると、そういう時にボカーンなことあかんのかとそれは誰でもいいですよね。そんなその子供を守るために、だから暴力だからあかんとは言えない。まあそういうことも含めてですね、このいろんな局面で平和をどう作っていくかという問題は我々は考えていかなければならない。その時にやっぱりこういう考え方を常に問い続けていく必要があるんではないかなというふうに思います。一応これで憲法の新憲法が生まれた背景についてお話をしました。Thank you.